皆さんこんこにちは2020年ここが出た官業本試験解説速報ということで本日2020年12月6日日曜日ですね実施されました管理業務主任者の本試験についての、ね、解説を始めていきたいと思います。担当はレック専任講師亀田ですよろししくお願いします。 はい、えー、私亀田が担当するのは主に建築設備それから会計の分野です、ねえー、まあ担当するところがね、まあ、それぞれ講師と分かれておりますが私亀田としては、えーまあ、実務的なところの問題それから会計ですねそして建築設備ですね具体的な番号で言うと、えー、10番12番目の滞納措置ですねそれから 14から16の税、まあえー、それから仕分けの会計ですねそれから、まあ、17番から、えー、っとずっと続いていく26番7番8番まで続いていく、えー、建築設備系の問題それから後ろの方なんですが、まあ、その他の法令ということで、えー、40番、うん、不動産登記法それから えー、個人情報保護法の41番それから42番、えー、住宅宿泊事業のうう法律それから そうですね、えー、44番などの各種の法令、まあ、取り上げないものもありますがおおよそまあ実名系法令もね踏まえて話していきたいと思います。はいえー、で全体的なところなんですが法令系はですねあまり精査はしておりません私自身はね、えー、主にね先ほどの担当のものあり,、えー、ありますけれども、まあ、聞くところによるとそれから少しだけですが確認したところいくとまあまあ例年に比べても ししいといいいととうううかかかね点数はは取りやすすったののでででなょが第一感想ですだからまあ合格ラインとするとまあ昨年とかよりもねやや上がるのかなっていうのが正直の感想です、ね。というのはまあ、建築設備もですね難問はいくつかあったんですけれどもまあ過去問他の問題が過去問から外れていないっていうところがありましたのでまあ点数自体それと常識で取れる問題も結構あったのでね、えー、こういったところでね、えー、まあ あの、しっかり稼げたと思います。ここ数年、建築設備結構難しい年続いたんですが、今年は点数稼げるかなという気がしますね。それと、まあ、法令系も比較的、えー、まあ、取りやすかったというふうになりますのでね。まあ、全体としては、これはもう合格点は上がって、まあ、これ当然かとは思います。はい、では。 その担当する、えー、まあ実務法令それからえ会計そして建築設備なんですが形式的なところそれから特徴的なところを挙げるとですね、えー、ま,あまずあの滞納措置が、えっと、2問出てきましたかね、えー、まあいわゆる訴訟の問題ですけどね、えー、まあ例年1問あるかないかっていうところです。それから、えー、これもちょっと意図がよくわからないんですけれども、えー 官僚ではあんまり出題がねを、えー、されないところなんですがあの長期修繕計画の作成ガイドラインここからなぜか3問ですね、えー、しかもですねこれを3問も続けて出す意味がっていうのはちょっとありましたねそれとまあ例によってまたかっていうのもあるんですけれども、えー、ちょっと精査してみない なんとも言えないのがありますけあどっちとも取れる、えー、明らかにどっちも謝ってるだろうというようなね、えー、問題があったりしますので、まあ、そういうところもね、まあ、ここはさすがに合格発表を待つまでね、えー、ちょっとわからないところもありますのでね、まあ、その辺、えー、ですね、えー、番号で言うと問いの18番と44番ですかねどちらとも取れるというよりもね、えー、どちらもこれ、えー、謝ってるとかね、えー、そういう感じで取れますので ので、まあその辺はちょっとね。お待ちください。ただ、そこを興猛でも仕方がありません。他の問題でちゃんと取れてるかっていうところをね確認してみてください。はい、まあ若干えー、まあ、ポイントポイントだけですがね。各問題のポイントを見たいと思いますが。まず。 対応措置ですね、問いの10番、11番、えーまあ、これ過去問通りで外れるところはないです、えー。10番も11番もどちらの問題もこれは落とせないでしょうかね。えーまあ、問いの10番はいわゆる訴訟の全体的な話なんですが、訴訟する前提として内容証明郵便を送らなきゃいけない、そんな話どこにもないですので、っていうのでややここは常識の範疇でしょうか。はい。 えー、それから問いの11番ですがこれはもう何回も出てきているいわゆる少額訴訟の手続きですねまあ落としたらもうかなり致命傷に近いっていうところになりますかねはいえ滞、ー、納措置についてでしたそれから会計まあ、えー、これ例、ね、年通り仕分けが2問とそれから税が1問ですねなぜか税の問題の方が先に出てきて問いの14番目でしたかね、えー、これは消費税と、まあ、いわゆる法人税を、えー、これね掛け合わせてる問題ですけれども、まあ、これも あのなんてことはない、えー、かって聞かれたところを、まあ、複数回聞かれているところばかりでしたのでえー、同じ言葉ですけど落とすと致名傷ですねはい昨年あたりからですねちょっと形変えてきてですね惑わすようには作ってきてるんですけれども今年も案の定特に問いの1番 5番ですね、えー、2ページにまたがってものすごい情報量を提示した上えで、まあ、選べって言うんですけれども「解き終わった後みんなこう感じたはずですなんじゃこりゃ」と「なんじゃこりゃ」っていうのは簡単な意味でね難しくて「なんじゃこりゃ」ねえー、じ,ゃじゃなくて「なんやそこまでの問題か」 いう感じでね、まあ、だからまあちょっと時間がつく使かったかも分かりませんがねポイントを挙げるとするとまあ3月の仕訳なので2月に、えー、まあ、えー 分それから4月分ね分けてまあ未就金それからえーまあ4月分であれば前受け金これに分けるっていうだけですねえーまあこれ例年聞かれているところなのでまあこの点についてもねえー何も問題なかったかと思います。それから問いの16番同じくこれも仕分けですがえーまあパターンとしてこれは終電にかかるものですけれどもまあ当月すなわち3月の仕分けですから3月の仕分けの分であればねあのーまあ 今回で言うと重機備品とかそういうことでいいんでしょうけれども、えー、前月月の2月に工事完了している分ではまあ未払金ですねそれからこれもよくあるパターンで4月に完了して4月に払うっていう事実があったら3月においては一切の仕訳ないっていうね、えー、まあそのまあいくつかのまあ典型的な引っ掛けを合わせているものですけれども聞いてる内容はまあ新しいところは一つもありませんので。 これまた同じセリフね。十五、十六。すなわち、えー、税金の問題、えー、まあ消費税、それから法人税の問題の十四、十五、十六も合わせてたとしても、これ落とすと致命傷になりますというところでしょうかね。はい。えー、ですね。まあこういうところをいかに取りこぼさないかっていうところですね。で、えー、まあ。 多少やはり優しいとしては高得点になった時にはね、あのミスをしないこと、これはやはりね、えー、ポイントとなりますので、ミス読み落としがなかったかなっていうところね、えー、見ておいてください。はい。建築設備系の問題はですね、簡単とは言いません。ただししっかり過去問を、えー、まあ対策を取っていれば、過去問対策を取っていれば、それから過去問をやっているとおや。 結構おかしいよなっていうのがちょっと常識的にわかるような問題がほとんどでしたのでねまあ解きにくかったかなというとちょっと細かいところそれからあまり聞かれないこととなると問いの23番ね「えー、給排水設備」の中でもえまあちょっとえ聞いていないようなところがね、まあ、正解詞で入ってたりしたのでまあそれが解きにくかったかと思います。それから 長期終電計画ガイイドラインね、まあ、これもほぼほぼ常識ですが個数の問題の27番あったのでまあこれ、えーまあえー、回答的に言うとべて適切なものとなりますがなんか変に考えてしまってね、まあ、個数ですから、まあ、この辺はまあ落としてもまあしょうがないかなっていうところはありますが他はね比較的取りやすかったのでまあここもポイントだけですがちょっと確認しておきましょうかね。はい えー、まずは問いの17番、えー、これ建築基準法ですね、えー、建築基準法の問いの17番の方はもうこれも過去問ちょっと細かいところですかねかって聞かれたところではあります、えー、いわゆるね内装の仕上げ材料の制限を受ける部位、えーまあ、この中にはですね、えーまあ、壁とか天井これはね、えー、含まれておりますが床は含まれておりません、えー、仕上げ材料やはり火事になった時にはやっぱりねポイントになりますが床のところはね特にに これはね、えー、規てありませんというので、まあ、ここ過去に取材されたところなんでねそれをまま誤りとといいういうにはははね回答できたとは思います、はい、問いの18番はこれちょっと悩ましいというかまあ,あ断言はできませんけれどもひょっとしたら失敗作かなっていう気がしますので、えー、まあ、回答としては、まあ、各予備校を分かれてるかもしれませんがね、まあ、ここはもう行っても仕方がないのでもう待つしかない。 っていいいうに考えておいておください、はい、それから19番これもかなり細かいところですがまあここもまあまあ落としても構わないでしょうかね、えー、19番目ですはい換気のものでただ消去法でいけるのかなっていうこととあとはホルモアルデヒトのね、えー、これのまあ基準のところで、まあ、回答はできてもおかしくないっていうところでしたまあ合否にはそれほど影響はないかと思ってください。はい、でです。問いの20番 えー、こ,れこれはあまり聞かれないところなんですがまあいろいろな数字が建築基準法それからこの消防法なんかも多いんですけれどもまあここの常と手段ね20と31の入れ替えね。 えーまあ、建築基準法なんかでも非常用の昇降器とそれから飛来設備でね、えー、それぞれの、まあ、基準が違うところですけれども、まあ、ここも、まあ、そこに習ってというわけではないんですけど消防法確か、えー、3 1ルね、えー、超える建築物でしたね、えー、2 0ルではありませんというので、まあ、かっては聞かれたことはないんですけどこの辺は過去問をやっていればあ推測としていやこれ31じゃあだったよなっていうふうにね数字の違いに気が付くかとは思います。はい それれから問いの21これは落とすとすす致命傷ですね、えー、もうここ数年私ずっと住宅用の防災基金については取材があるとあるぞ、まあ、ちょうど10年ぐらい経って入れ替えの時期ね、えーまあ、取り替えの時期に来ておりますのでっていうところ、えー、案の定、まあ、今回は、まあ、取材はされました。 はい設置するところね別に天井でも構いませんはいえー、まあ壁面まあ壁でも構いませんただその設置基準はありますがねで今回は、えー、天井面に限られえー、まあ壁の方には設置してはならないとね、えー、そんなことあるかいっていうことでまあここもすぐね回答誤りだとは出てきたと思います。はい 問の22番、えー、このアスベストの問題ですがここはややあの常識的な感覚でしょうかね、えー、まあこれ建築物ね、えー、もちろんさまざまなところでアスベスト、えー、これが使われていたんでもちろん今は禁止されておりますが、えー、建材用の仕上げ材なんかにね過去に、えー、石面を含有するものは製造されたことはないそんなバカな話ないでしょうっていうところで、まあ、これはねまあここは勉強というよりもね、えー、生活上のまあ常識でほぼ判断 できたかとは思いますはい問23、まあ、これはちょっと細かいのでそれからあまり聞いたようなことがないものなのでね、えー、これは落としても構わないかという気はしますはいそれから問の24番、えー、今回ちょっとまあ建築設備の特徴として結構細かい法令が出てきましたかねこの問の24番でいわゆるあのバリアフリー法ね 高齢者者障害者等等のの移動等の円滑可能促進に関すする法律、えー、ままあ、一問で出ておりますそれからちょっと飛びますがね、えー、後ろの方の問いの41番では、えー、個人情報保護法、まあ、これも出題の可能性はかなり高いとは思っておりましたがその他に問いの44番なんかでですね釈放法とか警備業法とかさまざまなね、えー、法令合わせた、えー、もので一問出ておりますので結構マイナー法令が多かったかなっていうのも一つただ 解きやすさでいうと比較的解きやすかったかなはいもう1回24番に戻りますとバリアフリー法ですが、えー、大体やっぱり定義の問題なんですね はいえー、これ正解足になってる足の2番目ですけれども問いの24番ですね「えー、建築主等」と、え、は、ー、建築物の建築をしようとする者または建築物の所有者を言いい管理者やまあ占有者は含まれないまあもっともらしく書いてあるんですが、えーまあ、この人たちの作る上等手段として定義の時は「等」という言葉ね、えー、例えば、えー、そうですねあの適正化法とかそういったところでも「管理者等」ってあったら別に管理者だけじゃない「等、ね」ね、えー、あるので。 建築主等もちろんこれバリアフリー法の話ですが建築、えー、主等となると建築主は通常は、まあ、建築物の所有者とかなりますけれども等と入ったらそゃそその他に者、えー、者とかか管理者も入るんじなないかなですそれを含まれないと言い切って等とせっかく書いてあるのにね、えー、含まれないと言いいってるのは、まあ、やはりここは。 過去問をやっているとこの違和感を感じたはずです、はいうんまあ、多少テクニカルですがね、えー、それから問いの二十五品格法の、えーまあ、定義、まあ、目的の穴埋めの問題ですねあの類似の言葉でなんとなく読みにくい気はしたんですけれどもですねまずこういう穴埋めはよく言うのが、えー、ここ三、えー、つの穴埋めですけれども二つ分かればね、えー、これも、えー 十分回答できますというところですね、えー、それから、えー、合わない言葉を削っていくという作業なんかでももちろん回答はできました、えー、まずですねこの品格法ですが受け、えー、負とか売買契約におけるね、貸し担保責任についてはこれももちろん新築住宅ですから当然のように足の E2 は新築住宅入ります住宅じゃありませんね、えー、この時点でもう残りは1か4になってありますそれから 戻ってて足のあーですかよくく聞いいださいね、えー、この法律は住宅の性能に関するそのあとの言葉なんですね住宅の性能に関するもしここに住宅の性能に関する「性能基準」と入れてしまうとお腹が腹痛みたいな言葉になりません 株 <laughs> ってね法律で条文化されている言葉でですねさすがに重複して、えーまあ、あのあ頭痛が痛いとかねそういうような言葉は言えないでしょうもしここにですね「えー、性能基準」って入れてしまうと住宅の性能に関する性能基準2回も言わんでも分かっとるっていうツッコミ入りますよね、えー、おそらくこれで、えー、と3番と4番消えるので以上足の1番しか残らないっていうパターンでしょうかね。 まあおそらく、えー、その条文そのものを、まあ、言葉を入れ替えて誤りを作ったりするので、まあ、この辺が全体通じた時につじつまが合わない文章ってこれどうしても出てきますかってもありますのでねだからあのー、意外とこういうところを冷静に読んでいけばね、えー、おかしいだろうっていうのが気づくかと思いますのでこれももちろん過去問やってればの テククニッでですのでねズバリ出るというところも合わせてやはりこういうね、まあ、まあ言ってしまえばここも失敗策っていえば失敗策なんでしょうけどね、まあ、そういうところにまあ気づけるようにはしてみてください。はい、それから、えー、問いの26番から問いの28番目までね、えーまあ、長期修繕計画の作成のガイドラインということで で、えー、冒頭にも言ったようになぜかさも引き続き出てきてるんですけれどもまあほぼほぼ常識感覚で、まあ、問いの27番の方は個数ですからまあこれはですね変な考えも一つ起こるでしょうしまあミスってもいいかなっていう考えが、えー、まあ感じはしますが問いの26番と28番は逆にね深読みだけしないようにね、えー、すればほぼほぼ、まあ、知識というよりも、えー、常識感覚で解けた問題では いいなという気はしましま、はい、で,す、ね、でそうなってくるとここまででまあ落としていいっていうのはちょっと甘めに見て、えー、問いのそうですね、えー、10の9番それからえー、問いの23番それから まあ1、ねえーまあ、個負けしたとしてもここまででね、えー、まあ3問か4問ぐらいしか落とせないっていうところはありますね。はい、で少し後ろの方に行くと、えー、まあその他の法令がありますが、まあ、実務法令も踏まえてね。えー 問いの40番から、まあ、全問はあれですけれどもいくつかポイントのところを挙げますと、えー、問いの40番不動産投機法はもうこれ投機、えーまあ、事項なんかに関する問題の中ですのでね、まあ、比較的回答はしやすかったかとは思います。はい、もしもしですね投機、えー、記録に固定資産で評価,、えー、評価額も切れてる。 とですね、その登記記録自体が、えー、何回も何回も書き換えていかなきゃいけない、えー、ということになりますのでねしかも、えー、申請することなくっていうことそんな忙しいことを登記書がするかっていう感覚でさすがに固定資産税評価額などは記載されないでしょうとこれが一生変わるものじゃなかったらね記載されてもいいっていう感覚はありますがねえー、ところでした。はい それから問いの4二番、えー、1番、えー、個人情報保護法はまあ定義の、えー、まあやはりね定義の問題でした。まあ、ところで,です、ね、えー、この個人情報取扱い事業者ですね、えー、個人情報保護法のまあ対象となる取扱い事業者はですね、まあ、持ってる情報量の数は問いませんね。 問わずというところなんでいつ出てきてもおかしくないポイントでしたので、まあ、ここのところねさすがに4041は落とすと致命傷かなっていう気はしましたはい、えー、宿泊事業法これはまあ個数の問題ですけれども、まあえー、落としてもまあまあしょうがないかなっていうところであったとは思います、はい、からまあその他として問いのそうですね えー、43番まあこれは借地借家法なので法令閉ということとなりますが、えー、44番各種の法令ね、えー、ありました、えー。これもよく調査して調べて、えー、後ほどやりますが今のところはひょっとしたら、えー、この44番も、えー、失敗作まあこのこ,こでいう失敗作というのは回答が複数あるのかなっていう。 気はしております、はいえーまあ、問い足の二番、えーまあ、これ明らかに誤っておりますし足の四番も、ね、明らかに誤っているような気がしますので、ねまあ、こっち側はちょっとお待ちくださいです、ねはいまあ、宅建業法は、まあ、いつものように簡単な、まあ、これも法令任せますがトイ、まあえー、の四十五番まで、ねえー、というところでした、はい、冒頭にも言ったように、えーまあ、ここ例年に比べると比較的取りやすかった、えー、で まあ、あくまでも精査はしておりません聞くところが大きなところなんですが法令系、えー、まあ過去問から外れることはあまりなかったっていうことで、えー、まあ,あ取りやすかったで建築設備に関しても過去問でズバリのもの、えー、それから過去問やってればほぼほぼ常識感覚でおかしいだろうという違和感感じて、えー、罰にできるところね、えー、それも踏まえると例年、ねね、に比べるとやっぱりかなり点数は取りやすかったかな。 という気がしましまた、はい、会計は絶対落とせませんね、えー、というところもありましたのでまあ全体通じてはまあ優しいレベルだったのではないでしょうかという。 ですはい、ただ文句1つ言いたく2つ3つ言いたくなるのはもうちょっと精査した、ねえー、問題、まあ、こちらだってねそれから受ける皆さんだってね、えー、まあちょっとオーバーですが命がけっていうところでやっておりますので、ね、もうちょっと精査した問題と、えー、いうところはね、まあ、ちょっと、えー、感じるところではありました。 はいえー、本日、まああのー、合格発表、ねまあ、年明けとなりますが、まあ、今日は今日で頑張った分、ねえー、移動していただいて、えー、少し、ね、休めて、まあ、合格発表をお待ちくださいませ。はい、回答の方うは別、ね、途、えー、ホームページに、まあ、出しておりますのでそちらの方を、えー、ご確認くださいますようよろしくお願いします。では、えー、2020年度の、えー、管理業務主任者の本試験の解説以上となります。お疲れ様でした